久々に幕張メッセの展示会行ってきました。はい、こんにちは、ハッチノです。今回は久しぶりにサラリーマンらしい動画をアップしようと思います。幕張メッセの展示会ですね。今週水木金とね、幕張メッセで、ネプコンと、あとはオートモーティブワールド、あとスマート工場エキスポ、ロボデックス、あとそれ以外にもですね、こちらね、結構脱炭素経営、PV エキスポ、ウィンドエキスポ、スマートグリッドエキスポ、バイオマスエキスポ、FC エキスポ、バッテリージャパンということでね、幕張メッセ、ホール2から3、4、5、6までね、5つのホール使って、はい、大体的にね、やってました。で、ね、私も、まあ、メーカーに勤めるサラリーマンとして、情報収集のために、はい、行ってまいりましたということで、今回はね、この、まあ、会場の雰囲気とか、ちょっと私がね、こう見て、感じたこととか、写真見ながらね、共有させていただきたいと思います。はい。で、まずね、全体的な感想とか印象ですね。やっぱりね、ここ数年でかなりね、出展企業が変化してますね。はい。結構ね、10年くらい前とかは、やっぱりね、大手のメーカーがやっぱりデカデカとね、ブースを出していて、で、特にやっぱ電話会社とかね、NTT とか KDDI とか、あとはね、電機メーカーですね、日立とか三菱、パナソニック、ソニー、NEC、富士通とか、まあそういったね、メーカーがドーンと出していたっていう、こう、印象というか思い出があったんですけども、最近はですね、やっぱり聞いたことない会社とかね、ベンチャーとは言わないですけど、まあ中小と言いつつね、もともとまあ、何ですかね、中小でもないのか、もともとそこそこ大きな会社だったのが、まあこういう展示会に出展してきたって感じなんですかね。はい。まあ時代も変わってきたって感じですかね。はい。でですね、ちょっとね、今回、たまたまなのか、まあ時代の流れなのか、ネプコンオートモーティブ系の、展示がちょっとね、縮小していた感じでした。ホール2と3使ってやってて、どちらかというとこちらの方ですね、カーボンニュートラル脱炭素とか、こちらの方に、4、5、6ホールね、使ってたということで、やっぱりね、こちらの方にシフトしてってるのかな、なんていうことをね、かなり感じました。はい。で、やっぱりね、カーボンニュートラル、ますますね、加速してますね、出店ブース多かったです。で、ね、この辺ですね、やっぱ脱炭素とかということで、結構ね、やっぱり発電系、やっぱね、太陽光が多かったですかね。で、それ以外にもね、風力とか、はい、あと水素とかもありましたけれども、はい、結構やっぱりこの辺ね、カーボンニュートラル今後、ますますね、お金が落ちていくのかなと思います。はい。でですね、最近ね、特に去年、一昨年とか、ね、結構こう、SDGs をね、全面的にいろんな会社出して、来てたんですけれども、今回あんまり見なかったですね、 SDGs はね。まあ中小が多いからなのかね、メーカーが少なくて、結構ね、メーカーがこう SDGs 好きでね、表示してたりするんですけれども、まあ今回メーカーが少なかった、昔ながらのメーカーが少なかったっていうのと、まあ、やっぱり中小とかベンチャーとかが多かったからなのか、あんまりね、この SDGs 論を見ませんでした。はい。ということでね、はい、早速写真見ていきたいと思いますけれども、まずはね、三菱ですね。っていうか、三菱くらいしかデカデカとブースを出してるところなかったんじゃないかっていうくらいですね、メーカー少なくなりましたね。日立とか見なかったですね。ソニーとかもね、パナソニックもなんかね、どこかでいたような気がするんですけど、デカデカとっていう印象はないですね。はい。あとこちら東芝なんですけども、東芝の子会社でしたね。東芝出てないかな。はい。東芝なんとかシステムズとか、そういう、確か子会社だったと思います。はい。で、NEC なんてね、もうね、看板が、なんか、ね、こう、プリンターに印刷したような、こんな、ね、チャチなブースになってましたということで、大丈夫ですかねっていう感じなんですけれども、逆にね、あっちの脱炭素、カーボンニュートラルの方に、まあ、子会社ですね、ネッツ SI っていうところがデカデカと出してましたということで、まあ、これもやっぱりね、時代の変化なんですかねっていうのをちょっとね、感じましたね。はい。あとはですね、オムロン、ね、オムロンっていうとなんかこう、何ですかね、体温計とかね、医療機器、医療電子機器みたいなイメージありますけれども、もうね、こういうね、
あの工場の、ね、現場データを集めるとか、まあ、そういったところに、はい、進出してきているというところで結構やっぱりねいろいろ変わってきてますよね。はい、あとですねこちらマクニカなんですけれども、こちらがですね工場のオートメーションのところにブースを出していたのと、あともう一つこちらもマクニカなんですけど、こちらはですねあのオートモービルの方ですね、自動車関係の方に、はい、あのブースを出していましたということで、2箇所で結構大きめのところを2箇所なので、まあ、やっぱ儲かってんだろうなっていうのをね感じましたね。はい、人も結構入っていましたし、はいね、まあ、クニカ儲かってるんでね、ちょっとあの株とか考えてる人はまあクニカの株チェックしてみたらいかがでしょうかっていう感じでしたね。はい、であとはやっぱりねこういう手順書をもう簡単に作ろうとかね、結構ノウハウをね、DX しましょうとかそういうのがやっぱ多かったですかね。はい、 3D デザインコラボとか、はい、でこちらは見える化ですね。はい、私の会社の方でもよくよく言われてますね、見える化とか。はい、はい、こちらもこちらは何ですかね、このなんか棚がなんかこう動いてみたいなね、結構あの工場の中でやっぱり自動運転でこう棚が動いてとか物を運んでみたいなのがやっぱ多かったですね。あと IoT 在庫確認とか、そうですね、あとやっぱ図面関係のやっぱ検索とか DX 化とかね、 AI で図面を認識して文字認識してデータベースにして検索要因してみたいなのが多かったですね。 2,3 社くらい出てたかな、同じような感じで。はい、あとはねこの AI トラッキングとかもありましたね。はい、あとスマートグラス使ってとか、まあ、そういったものが多かったですというところですかね。はい、あとね個人的にちょっとこう動画で面白かったものをいくつかピックアップしてね紹介したいと思いますけれども、はい、こちらはですね、まあ物をねレールの上を通って運んでくるということで、この切り替えのところがちょっと面白かったんで、はい、動画撮りましたと。これなんかプラレールとかでねこういう感じで自動的にこう切り替えてくれるともっと楽しいなと思って、今ね子供がね5歳と7歳なんで、はい、プラレールでどうかなっていうので、あとこれもなんか銅をね加工する会社で、まあ、こんなん作ってみましたっていう感じで、はい、まあ、これ磁石でまあね、くっついてる、くっつき磁力でこうね道路に沿いながら走ってるっていうことで、まあね、ひっくり返っても落ちないよっていう感じで、これもなんか子供に見せたくて撮ってきたっていう感じですかね。はい、すいません。はい、こんな感じのものがあります。あとこれがですね結構ちょっと気持ち悪かったんですけどね、ちょっとまあすごいなと思って見てたんですけど、あのソフトバンクワールドとかでねよくこのねロボットの動画出てますけれども、もうなんかリアルすぎてちょっと気持ち悪いっていうのが印象でしたね、この足の動きとかね。はい、すごいのはすごいんだけど、ちょっとなんか、うん、やっぱ生き物じゃないのにこういう動きをされるとなんだかなっていう感じでしたね。はい、まあでももうロボットはねすごいですね、うん、自動制御っていうか姿勢制御とか、はい、こちらも同じですね、今止まってますけれども、はい、動き出すとちょっとなんかあまりにもこう動きすぎて私は気持ち悪いと思ってしまったんですけど、はい、そしてこちらがですねあのソーラーパネルをね自動でクリーニングしてくれるということで、はい、でこれルンバみたくこうね勝手に自分で掃除してくれるのかって聞いたらですね、あのちょっと右側にね人が見えてるかと思うんですけど、まあリモコンではい、操作していると、あ、今、はい、この人がね、リモコンで操作しているっていう感じで、さすがにあのルンバみたくはいかないと、はい、いうことでした。まあ、結構ね、はい、太陽光パネルはかなりね、展示が多かったですね。はい。はい、ということでね、動画はこんな感じなんですけれども、結構ね、メインはやっぱりネプコンとかね、あのスマート工場とかをメインで見に行ったんですけども、隣でこのね脱炭素とかこういう太陽光発電とかねこの辺の展示やってたので、まあ結構ね時間が余ったっていうのもあったんで、まあ、こちらの方を見てきたんですけども、結構やっぱ太陽光がやっぱすごかったですかね。いろんな会社が太陽光パネルまあ作ってたりね、
あの代理店販売していたりとか、やっぱり中国とか、ね、韓国とかの企業とかも結構出店していましたね。はい、で一つだけねピックアップして面白かったのがこれですね。あの水上フロートシステムということでね、なんだろう、水面にね浮かべて発電しちゃおうって、これすごいなと思って。でもね、日本よくよく考えたら島国で周り海だらけなんでね、海にこれ浮かべちゃえばもうどんだけでも発電できるんじゃないかっていうところでね。はい、ただだからその海の場合はどうなんですかね、土地っていう概念がね、海上の場合はねどうなんですかねっていうのがあるんですけれども、だから結構ねもう本当に究極最後土地がなくなったら海の上でね、まあ、だって地球上の 70% は海なわけですから、最後は海の上でね発電しちゃえばっていうところで、このアイディアはすごいなと思って、はい、見ていましたと。はい、っていうのと、やっぱりねこう全体的にやっぱりカーボンニュートラル来てるなっていうことで、去年ですかね、この資産運用エキスポの中でね、あのカーボンニュートラルかなり来てますよとね、で政府もこの辺にかなりお金を落としてるので、今後お金になるよとね、お金が集まるよって言ってたことが、かなりね今やっぱり1年経って集まり出したっていうかね、こうジャブジャブ流れ出したっていうのがあるので、はい、やっぱりね去年くらいにこう仕込んでた人はだん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 今ね利益が出てきてるんじゃないかと、はい、思います。はい、そしてこちらがね会場のまあ全体的な写真撮ったんですけれどもね、このネプコンとかオートモーティブはこうホール2ホール3でまあこんな感じで、ちょっとこじんまりしても、もっとねあの去年一昨年くらいまではこの間隔が広くてね、ブースもたくさんあったイメージなんですけれども、まあ、かなりコンパクトになったかなと。で一方でこちらですね、あの脱炭素の方ですね、はい、カーボンニュートラルの方に関連したブース、これとあともう一つこちらですね、はい、こんな感じでホール、456かな、3つ使ってやってましたので、やっぱりね流れはこっちなのかななんていうのを、はい、思いましたと。はい、でこちらがですね、まあ会場マップですね。こちらはあれですね、あのホール2、3のオートモーティブネプコンロボデックスとかなんですけれどもね、やっぱりこう一番大きいのがこの三菱電機 で昔はこの辺にねソニーとかねパナソニックとか NTT、KDDI とかあったような気がするんですけども、もうね本当に企業メーカーのブースがもう三菱くらいですかね大手は。はい、でまあ、さっきあのお話ししてましたけれどもね、マクニカですね、マクニカこちらとこちらにね2点、この大きさのブースだから結構だからね面積で考えたら三菱より大きいお金を落としてるんじゃないかって思いますけれどもね。はい、でここが東芝システムですね。はい、でオムロンも結構そこそこね大きなブース出してましたねっていうのと、 NEC なんかねこういう端っこの方だったりね、あともう日立とかはもうないですよね。はい、そんな感じでもうこれも時代の変化かなっていうのと、あとやっぱコロナだからなのかこうね結構空いてるブースが目立ちましたね。はいね、で空いてるブースにこういうねプレスルームとか Wi-Fi スポットとかね休憩所とか結構たくさんできてましたっていう感じでした。はい、はい、でこちらはね今回のあのお土産っていうかね、いろいろこう名刺配っていただいたものなんですけど、結構なんかエコバッグがやっぱ多かったですかね。はい、トートバッグ、エコバッグで、これがですねあのなんか首に巻いてこうひんやりするタオルとかね、であと脱炭素のエリア行ったらやっぱね環境ビジネスの冊子配ってますよみたいな、こんなんやってましたし、あとこれなんか LED のライトですね、こういうのをもらってきましたと、はい、いうことですね。はい、こんな感じで、はい、行ってきましたっていうのと、まあ、最後ねおまけなんですけれども、今日ですねあのまあ海浜幕張ね一応展示会が10時スタートっていうことで、9時50分頃にね海浜幕張着くような感じで、まあ、電車で行ったんですけれども、結構ですね海浜幕張駅で降りる人ね、まあ、サラリーマンとかね多いのは当たり前なんですけども、なんかねこうちょっとこうね、展示会行く人じゃないなっていう、こう女性が結構いて、まあいわゆるオタク系の女子って言っちゃっていいのかあれなんですけども、まあ多いなと思って、まあ可愛らしいね格好した
女性が多いなと思って、なんだろうと思って、で方向もね結構一緒の方向なんです、途中まで。はい、で結局はホール89だったかな、8910だったかの方で、やっていたんですけれども、これですね、マジカル未来企画展ということで、なんか初音ミクのね、10回目のなんかイベントがあったみたいで、それの今日は初日だったんですかね。はい、なので、ちょうどなんか10時オープンということで、めっちゃくちゃ並んでましたね、びっくりした。はい、なのでね、こういう時はかなりまあ電車も混むので、はい、気をつけてということなんですけど、まあね、今日だけ被ってたとね、私が行ってきたね、ネプコンとかオートモーティブは今日で終わりなんですけども、こちらのね、企画展、マジカル未来企画展は、はい、今日からということなので、まあ土日ね、もし興味ある方、はい、ネットで検索して行っていただけたらと思います。